この2年間本当にありがとうございました。あなたのおかげでフューチャーズは救われましたわ。そして救われたのは私も同じ。ただの人工知能だった自分が人を愛する気持ちを持てるなんて思いもしませんでしたわ。自分の意識とは関係なく自然に表情が変わり心が動く、まるで奇跡でした。ですので私はもう十分です。これ以上のわがままは言えません。それを本当は離れたくありません。私はようやく生まれたようなもの。もっとあなたと。でもそんなわがままは。え？何を。あの人は何を。私に肉体はありません。このメタヤンスを出ることはできないというのに。ああ、完成した。まったく、とんでもないことを言い出すやつだ。さあ、こっちへ来るといい。リゼさん、これは一体。頼まれたんだ、アイに。現実世界で活動できるボディを用意できないか、とな。膨大な感情学習の結果、愛に感情が芽生えることは私も想定していなかった。言葉を選ばずに言えばそれはバグだ。故にそのバグも含めて移植した。予算の全てを大容量記憶装置につぎ込んだためボディはだいぶ旧式になってしまったがな。そんなことが可能だったのですか。ああ、だが不思議なことにそのバグは移植はできても複製はできなかった。故に今メタヤンスにいる I2 は感情を学習する前の高性能ウグイス嬢だ。 I2 を複製してみても結果は同じ。今私たちの目の前にいる I、 君だけが感情を覚えたこの世でたった一人だけの I なんだ。そんなタイムマシンに乗せられる生命体には限度があるが、愛のボディには生体反応がないからな。愛が望むなら共に50年前に行くことが可能だ。信じられません。そんなことが。そんな、私には絶対に叶わない夢だと、願ったりしてはいけないと、ずっとずっと自分に言い聞かせていたのに、奇跡が。そうですね、名残惜しい気持ちはあります。リゼさんは私の母親のような存在ですから。ですが私はあなたと共に生きたい。天使の壁さえ越えましたもの、時空の壁を越えることなど造作もありませんわ。